立花商会菜園部です。今日は平岳農園のキノコ栽培セットをやっていこうと思います。平岳、こういう、キノコなんですね。ここに、やり方の説明が書いてあります。箱を開けましたら、真っ白の、袋があります。この袋の上を切って、切りますと中が真っ白けに塗ってるんですけども、この白いところを、全部、削り落とすそうです。このフォークで削ってみます。このように、茶色い地が見えるまで、全部、削り落とすそうです。中身、削り落とした白い部分は、こんな風になってます。この袋自体を、30分間、完全に浸水させて、ここに水を入れて浸水させて、それでこの中に入っ、この箱の中に入ってます。この赤玉石を、これもしっかり水に浸して、その浸したものをこの上に置くそうです。そうすると何日か経つと、
ヒラタケが出てくるということらしいです。昨日、ナメコを取ったんですけども、ナメコも同じような、説明書が書いてありました。これから、30分間浸水して、やってみたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございます。